潜在意識からチャンスのお知らせ。質問、アファメーションは現在進行形で唱えると願望が叶えられない状況が続くので完了形を使う。お金が欲しい場合、私は金持ちだと唱えるという説と、私は金持ちだと唱えても無意識でそれは嘘なんだよなと反発すれば効果がないので、私は金持ちになると現在進行形で唱えるのがいいという説がありますが、どっちが本当なんですか？どっちでもいい。自分にとってしっくりする方。マーフィーの本には、頑張らなくていい、願うだけでいい、努力は不要ってなニュアンスで書いてあるんだけど、結局叶えるのは自分だからとか、潜在意識は魔法じゃねえからとか、もちろん努力も必要という意見を言う人が結構いるんだけど、もし後者が真なら自分の中での潜在意識の概念が全く変わる。だって少なくてもマーフィーの本を読む限りでは魔法に近いもの、不思議な力という解釈で合ってると思うんだよね。努力を意識しだしたら潜在意識なんて使う必要も意味もないし、もはや名目だけの気休めでしょ。だから前者を信じたいんだけど、後者の考えが結構いるのが気がかり。実際どうなの？願っていることについてイメージしているうちに、自然とその事柄についてプラスになることとかやりたくなるけどね。楽しいじゃん。いや、潜在意識にインプットされた瞬間に自然と動き出す、努力を開始すると思うよ。というのは結果を出すには何が必要か自分で判断しちゃうから。例えば何の努力もしないで金メダル取れるって潜在意識にインプットできれば努力は不要だろうけど、地球上のほぼ全ての人はそう思い込むのは不可能でしょう。どこかに疑いが発生しています。疑った結果が潜在意識にインプットされる。潜在意識に限らず、その人に合ったやり方がやっぱり一番とは思う。潜在意識の方法って基本はポジティブ方だけど、もともとの性格の性質がネガティブ寄りの人は反発で、本来叶うものも叶いにくくなる。そういう人に会うのは実は昔からやられてる〇〇だち等が理にかなってるらしいね。そういう人、ネガティブ寄りは罪悪感が根底にありがちだから、逆に〇〇だちやってるんだからというのが自分自身への許しになるから。素敵な服が欲しいからとリストアップに書いていたら、数日後1万円前後の服を5着買ってもらいました。偶然。そういう願望を周囲に言ってたり、無意識で行動に出したりしてると、自分もその関連の情報が目につくし、相手からもオファー受けやすいってことじゃないかな。私もずっとある地区に住みたかった。高級住宅街でカフェとかお店も多い場所で便がいい。でも家賃が高いかななんて思ってたら、ちょうど広告が出てて月5万円であるアパートが借りられた。しかもペット OK という好物件だった。潜在意識って聞くと思った。願ってる人は本当はしたいのに無理とか言って諦めてる場合が多いと思う。恋人が欲しいとか、こういう仕事つきたいとか、どんどん言っちゃった方がいいよ。ダイエットに行き詰まってる。年内に6キログラムは落としたいけど、長年のコンプレックスで自分に自信がなくて、自罰自虐的思考しかできなくなってる。努力してないわけじゃないけど、結果が出るほど十分に努力できてないことも理解してる。成功している自分なんてイメージできないから、ポジティブに頑張れない。誰か助けて。俺は潜在意識というか断言法でイメージしながら、私は〇〇キロまで痩せたと1日15回書いて20キロ痩せたよ。もちろん書くだけじゃダメで、食事制限とかいろいろやったけど、モチベーション維持に役立ったよ。断言法いいよねというか過去形か。自分には合ってる。潜在意識とかスピリチュアル的なことじゃなく、普通に医療の場面でも書くことは勧められてるよね。うつ病の人に実際に起きた出来事、それに対する自分の感情、客観的に見るとどうなのかを分からせるために書かせたり、頭の中で考えてると八方塞がりになるから、紙に書いて客観的に眺めてみるといいとか。これは潜在意識から来たチャンスだって
どうやって見極めるのですか？飛びついても何か違う。言葉で説明するのは難しい。私の場合は第六感が働くというか、ピンとくる感じがする。ここでしておかないとやばいっていう焦りから来るものじゃなくて、あ、これをしたら大丈夫かなみたいな余裕から来るものというか。あとは例えば仕事なんかの場合、本人は楽しいから続けたくて続けようとするんだけど、それを阻むみたいに急に人間関係が悪化したり、ありえないミスをしたり、続けにくい出来事が起きたり。例えば恋愛の場合、思い人となかなかうまくいかなくて、ちょっと息抜きで他に目を向けようとしても、新しい出会いが発展しそうになった途端、思い人から連絡が来て、新しい出会いがすごくいいものだと感じても疎遠にならざるを得なかったり。例えばお金の場合、貯金も底をついて、どうあがいても赤字確実。現時点で無駄な出費、抑えられる出費は極力削って、それでもギリギリ。一人暮らしだし、頼れるあてもないし、どうしようと毎日ずっと考えていたら、ひょんなことから一番ありえないと思っていた人からお金を借りれることになったり、なんてことがあると、見えない力みたいなものに無理やり抗う気もしなくなるから、流れに身を任せるしかないこともあるかな。うまく潜在意識に刻み込まれていれば、流れに身を任せればいいということですかね。もう一つ教えてください。瞑想をしていないのですが、これは必ずした方が良いのでしょうか？今はタイプと書いた文字を読むだけです。背中がゾクゾクする感じはあります。これは願望通りだと飛びついても全然違ったりします。うまくいっているのでしょうか、いないのでしょうか？どれが正しいかではなく、向き不向き合ってる合ってないが結構あると思ってます。例えば定番の紙に書く過去形で言っても、これも別で、その願いを書くということは叶っていないと言っているようなもの。結婚しました、素敵な恋人がいますとはすでに結婚してる、恋人がいる人は書かないという意味という方法もあります。つまりあえてそういうのを書かない、定番だから普通に書く方法を選択する人が多いんだろうけど、後者の方法で叶えた人もいますよね。いる前提、過去形なら本当は後者の方法が理屈ではそうだなと思います。叶えばどの方法でも良いんだけど、現時点で叶わないからこそいろいろ考えてしまいますよね。紙に書いて叶った人たちは、その紙なりノートはどうしてますか？私は書く行為が合わなかったのか、まだまだ潜在意識に届かなかったのか。叶わなかった願望が書かれた小さなメモ帳が虚しく手元に残っていて、このままカバンの片隅に放置するか、燃えるゴミの日に出すか悩んでいます。自分も過去に片思いしてた時のそれ系のノートがまだある。潜在意識と関係なく、普通に片付けの方法だと、自分が嬉しくないものや嫌な思いになるものは捨てるって聞くよね。叶わなかったノートで見たら虚しくなるなんて持っててる意味ないような、単に片付けが面倒くさくて放置してるだけならともかく。個人的には、記入した媒体が願いを叶えてくれるのではなく、記入することで潜在意識に刻み叶うんだと思う。何かを暗記しようとするとき、書くと覚えやすいという人はこの方法が合っているんじゃないかな。書きながら実現したことが自然イメージとして浮かんできて、ワクワクしてくるイコールイメージングと同等の効果という場合もあると思うけど、いずれにせよ紙はあまり気にしないでいいと思うよ。自分は切れ端に書くことが多かったからすぐ捨てていたし、ノート類もどっか行った。わら。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。